で今ですね、アイオニックファイバーは日本でやはりその例の火災問題が問題にはなってるんですけども、ただあの朝鮮日報は結構誤報の部分があってですね、マンチェスターユナイトで活躍した世界的なアジアのフットボール選手で、まさにここの近距離で。皆さんこんにちは、コージー TV。 今日はですね、7月12日ヒョンデ、韓国が誇る新しい EV、アイオニック6がこのブサンでですね、ついにワールドプレミアされまして、プラットフォーム的にはですね、すでに出ている、去年出ていて世界的にはかなり売れている、アイオニック5と同じ eGMP というバッテリー EV 専用のプラットフォームを使った新作なんですけども、デザイン路線が全く違っていて、これを翌年出すというところにやはりまあ韓国のある種の本気度が見られると思います。それで今ですね、アイオニック5は日本でやはりその例の火災問題が問題にはなってるんですけども、ただあの朝鮮日報は結構誤報の部分があってですね、あれは車によるトラブルで発火したというよりも、高速道路の料金所の付近で時速100キロから90キロでノーブレーキでノーシートベルトでぶつかって、そのせいで転倒して、そのショックで、まあ、中の人がですね、怪我をして、まあ、多分死亡には至ったと思うんですけども、その後の火災は、まあ、確かに火災が起きてしまったというのは事実のようなんですけども、火災によってあの人が死んだというよりも衝撃によって人が、まあ、あの怪我をしたというのが、まあ、一つのポイントでですね、その衝突の時にですね、バッテリーに障害なり、結構貫く長いものが挟まって火がついたということが真相で、しかも死亡はしたんですけども、火災は直接の原因ではないと。これはですね、どう考えてもポイントはデザインです。一瞬ね、写真で見た時はちょっとね、フォルクスワーゲンのかつてのビートルとかアウディの TT 的な幾何学的な円形デザイン、こう円運動を描いたような流線形デザイン、もうある種60年的なまでのデザインかと思ったんです。これいわゆるストリームライナー、1930年代の空力のね、理論がない時代のもう感覚で描いた空力デザインを取り入れていて、この丸さがね、またね、ビートルとかアウディ TT とは微妙に違うんですよ。この前のあたり、もう幾何学模様っぽいんですけども、実はここの、まあ、おでこの方あたりの感じがですね、急に丸くなっていたり、リアもこのまま丸く続くのかと思いきや、あの2代目のメルセデス・ベンツの CLS のようにちょっと斜めにフラットなラインが入っていて、このレトロでなおかつモダンなデザインっていうのが今までにないですよね。でさらにこのライト類なんですけども、いわゆるピクセルデザインは使ってないです。このドットというか、ここら辺もまあピクセルと解釈することもできるんでしょうけども、 LED を使ってるんですけども、アイオニック5よりもっと流線的なね、こちらの方がデジタルのカクカクした感じのディテールではないものを使っています。こちらがですね、まあ、20インチ 24540R20 の20インチタイヤで、CD 値、空力抵抗を示す CD 値が 0.21 ということなので、これはですね、 EV なだけにデザインの自由度が高くて、さらに空力に振ったデザイン。それからこの内装なんですけども、面白くて、これパッと見かなりアイオニック5とは違ってですね、クールでモダンなデザイン。ただし要素的にはこのメーターの 12.31×2 のですね、超横長メーターは、デジタルメーターはですね、基本的にアイオニック5と一緒なんですけども、このシルバーのベゼルが違うのとですね、このスイッチ、実はこのセンターコンソールのパワーウィンドウのスイッチがセンターに来ていて、サイドのこのドアのところはですね、今まで以上にすっきりとしたデザインが入っていて、しかもこうやって分かるんですけど、スマホがね、スマホを内側に入れると分かるんですよ。透けて見えて、スマホとかね、忘れ物防止にも役立つように、機能とデザイン性の融合がですね、アイオニック5以上だというのがアイオニック6の、まあ、ハクビですよね。リアに乗ってみます。クオリティは非常に、ここはハードですね、しかしここはソフトで、ちょっと布のようで革のような、半分布革みたいなんですけど、こちらはおそらく、これはまあいわゆるエコ的なものを使った革シートだと思いますが、身長176センチの長さって広いな。やっぱりこれアイオニック5と同等ですね。拳3つ入ります。こちらフローティングコンセプトで、フローティングのセンターコンソールで動いたんですけど、こちらは固定ですね。こちらの方がクールな
モダンデザインだということが言えると思います。あとデジタルサイドミラー、デジタルカメラを使ったサイドミラーで、このかなり見やすいものになっていて、外からちょっとカメラを見てみますが、あとねここら辺はやっぱりね空力デザイン、外からの空力デザインからも予想されるように IONIQ5 よりはおそらく上はちょっとしぼまってますよね。ルーフのあたりが狭くなっているので、頭上はちょっと IONIQ5 より狭いんではないかという気はします。ただ室内の全長、長さに関しては同等レベルで、中はモダンで、こちらにシングルのサンルーフが入って、内装材はやっぱり IONIQ5 よりモダンでクールなブラック基調で、ここにちょっとパンチングされたアルミっぽいドアハンドルと一体化したこのパネルが入っていて、この辺りのデザイン、あ、ここにアンビエントライト入っていて、よりやっぱり都会的なクールなデザインっていうことですよね。それでこのバーハンドルが飛び出るところは IONIQ5 と同じです。でデジタルカメラはこれ日本に入ってないんですけど、 IONIQ5 韓国の仕様にはこれ導入されてるんですけど、おそらくデザイン同じものがここに取り付いていて、ちょっとでかいような気がします。でちなみにフロントにも座って見ていいのかな、OK、でやはりこちらちょっと色が違う、ちょっとこちらの方がグレー基調なんですけども、座ってみると、まあ、このデジタルインナーカメラ、まあ、相変わらず見やすい。これ IONIQ5 韓国で乗った時に確かめたんですけども、見やすい。で軽いバケットで、でこのフローティングタイプのね、このセンターコンソールなんです。これは移動しない、フィックスされてます。この後で全体的に IONIQ5 モダンなデザイン、ただこのスイッチのデザインとかは一緒だったと思います。ただここはつながり感がすごくて、やっぱ頭上はねフロントシートに座っても小沢浩二結構ギリギリです。やっぱりこれフォードはセダンなので、よりまああちら SUV のタイプ、背が高いのでもうちょっとスタイリングを重要したフォードはセダンということになっております。それからこの IONIQ6 の肝はですね、このリアがスーッと降りていって、これまたビードル調かと思いきや、ここでちょっと水平基調がちょっと入ってるんですよ。これが1個前の2代目メルセデス、ちょっと CLS にちょろっと似てるとは言わないですけど、ちょっと要素的に近いものを入れてるかなと。あとここら辺のこのキックアップしたテールスポイラー、これダブルについてるんですけど、この辺り、まあ、ある種ポルシェ911ターボを、まあ、ちょっと違うんですけど、それって跳ね上がってなくて水平基調で、こちらの IONIQ5 とは違った、ちょっとドット調ですね。ドット調っていうか、まあ、真四角なんだけど、ここに斜めのラインが入った LED が使ったって、 IONIQ5 とは明らかに違うディテールですね。ここにも縦に入っていて、あちらの方が SUV で背が高くてもっとファミリー向けだったんですけども、こちらの方が空力を今まで以上に追求していつつ、都会的な、クールなデザインに仕上がっているという感じで、でたまたまここにね IONIQ5 があって、あちらと比べるとね全然違いますね。こちらの方は本当に、まあ、ある種典型的な、まあ、ハッチバックフォルムの SUV にディテールにですね、デジタルディテールを前後左右に取り入れてるに対して、あちら IONIQ6 はもう本当古くな、懐かしいんだけど新しくて、ちょっと虫っぽくもあるレベルの、まあ、丸みを帯びた超本当1930年代って僕も知らないようなレトロ空力デザインに、それをね今風に、解釈した、デザインが入っていて、本当この全長 4.6 メートルの、ね、EV が、ね、今一番 EV で一番、まあ、元気があるゾーンなんですけど、ここに1年ごとに新しい EV の提案を盛り込んでるっていうのが、やっぱりこのヒョンデの EV に対するですね本気っぷりがね分かります。もちろんプラトンは EGMP で一緒なんですけども、もう全然違った車のように見える。ここら辺からしてですね、まあ、EV に本気だと、まあ、テスラにある種こう追いつくのはうちだと言わんばかりの提案を繰り広げているのが今回のヒョンデ EV の面白さであり、 IONIQ6 の凄さではないかなとは思います。まあ、今ね韓国ヒョンデに関しては、まあ、日本人から見るといろいろ好き嫌いがあったりとか、あとまあいろんな感情もあるとは思うんですけども、
こちらですね、世界で、北米、あるいはヨーロッパでアイオニック5が評価され、今後出た、今出た6が、ね、評価されるということは、これは、ね、事実として押さえておかなければいけないことだと思います。